いただきまーす。あ、あれ。美味しい。結構辛めだね。うん、結構本格的な。甘さ控えめのピリ辛。うん。うん、滑らか、クリーミー、プルプル、すごいこれ。これを持っていると手がどのくらい震えてしまうかが、みんなにバレてしまう食べ物。確かに。ああ、こんなにプリンが震えている。はい、大丈夫。うん、大丈夫だね。クリーミーで滑らか、うん、ふわっと溶けてなくなる感じ。すごいこれ。なんかソースとかつけても美味しいかもね。うん。これはね。絶品ですな。ゼラチンじゃできないからね。うん。アガーというものを購入して、イオンで売ってたからね。最近結構、ね、マニアックなやつも売ってんだよ。イオン？うん。さすが。だって昔は、ゼリーって言ったらゼラチンだったでしょ？うん。でもそこにアガーを置いてくるなんて。よくさ、なんかさ、スーパーのさ、お客様の声みたいなのあるじゃん。うん。あれとかでさ、うん、誰かがアガー入れてくださいとか言ったんじゃない？そうかもね。なんかあれ、たまに聞いてくれるんでしょ？書いたことないけど。うん。一回さ、どこかのスーパーでね、多分イオンだったと思うんだけど、蒙古タンメン中本あるじゃん、うん、あれを蒙古タンメン中本を入れてくださいってイオンでお客様の声で書いてるやつがあって、うん、カップラーメンのやつでしょ。あ、そう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 、うん、いやそうだよね、食べたいよねと思ったんだけど、うん、答えが、うん、そちらはセブン&アイの商品でございますって書かれてて実はあれプライベートブランドじゃんと思って、うん、そうそう、蒙古タンメンといえばね、うん、この間、今話題の蒙古タンメン中本の焼きそばを食べましたよ。YouTube でみんな泣きながら食べているあの焼きそばを、ね、入手してね。うん、まあ食べれたよ。作り方間違ってるからね、それ。うーん。激辛マヨネーズ。このマヨネーズはとっても辛いので、量に注意してください。うん。って書いてあるマヨネーズ、ちょっとしか入れてないんだもん。いやー、そう、失敗したよね。いや、あれそんな全部入れるもんなの？と思って、うん、とりあえず4分の1入れよっかなーと思って、うん、それ4分の1入れて、全部入れてさ、本当にさ、泣きながら食べるなんてちょっと嫌だしさ、と思って味見してみようと思って食べたのね。そしたら美味しくって、そう全部食べちゃったんだよね。ダメじゃん。完全に YouTuber になれないわ。だから、今度は、あれを買ってきて、うん、全部入れて食べてみればいいんじゃない？え、またやんな、あれ。ダメ？次はペヤングじゃない？なんか、ネギラー油、ネギ塩マヨ、ごく激辛タンタン焼きそば、ハーフ&ハーフ、ダブルごく激辛、高菜明太子。何、今売ってるペヤングってこと？じゃない？どこ行ったら売ってるかな？ドンキホーテ。やっぱり？うん、ビレバン。売ってそう。ビレバン好きなんだよね。面白いよね。そこもなんかすっごい辛いの置いてない？置いてる。あの、皿を食べてます。皿を食べてます。皿を食べてます。はい。で、プルダックなんとかなんとかなんとか。韓国のプルダック麺でしょ。まぜそばみたいなやつでしょ。炒めるから焼きそばだよね、きっと。うん、確かに焼きそばか、あれ。ちょっと辛いもん食べたくなっちゃったじゃん。もう細胞がね、辛いものを欲してる、うん、辛いもの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 みたいな感じになってきちゃう。中本とかもテイクアウトしてるから、うん、中本の北極をテイクアウトしつつ、うん、ペヤングの辛いのを買って、うん、辛いものパーティー。どっちが辛いか。気にはなるね。行くぞー。もういらなくなっちゃったらしいパン。補充したのに。いります？ごちそうさまでした。